15日の日なんですが、我らスノーファブリック相鉄ロックミュージックの本番の日、佐藤先生が出れないということで諸事情に、うわーマジか、残念だな、で、なんとかですね、残りの4人で頑張りたいと思いますが、悲しいんで、あのここら辺 ね佐藤先輩 の、 あの写真でも合成しておくんで、そうですね、今技術だね、今結構技術がこの辺に多分あの入れとくんで、多分結構あの今のクオリティ高いから、多分あのこの辺に写しとくんで、合成しとくんで、合成じゃない、合成しとくんで、あのお願いします、手汗がすごいよ、よろしくお願いいたします。それからですね、あれですね、学生は結構テスト前だったりするので、そうだ、本当に、いや無理しないでも塾とかね、ね、優先順位を考えて、ぜひ、見に来れたら、ここちゃうかな、よろしくお願いいたします。ね、来てくれたら、そうなんです、来てくれたら嬉しいですけどね、はい、あとね、あとはあの申し訳ないですけど、雨天時にはちょっと雨の予報だからね、90% 高い、ちょっとその時には中止になってしまうので、ツイッターで、もしくはホームページで確認していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。いろいろお知らせをみんなにも教えてあげてください。自分のツイッターでスノファブやんないよとか、先生じゃないよ、やっていただければと、よろしくお願いします。そうですね。はい。で、ラストなんですが、佐藤先生の今構成で、まだ出てるじゃない。一応まだ最後まで出しとく。やっぱり僕らのあのメンバーなんで、メンバーなんで最後まで出てきたいな。気持ちは5人ですからね。5人ですから。気持ちは5人。今と差し込んでもらって。はい。なので、あのセットリスト、やる本番っていう時にはもちろん5人でやるつもりで、今佐藤先生が映ってるように見えると思いますが、5人で。まだ映ってんの？まだ映しておきます。もう映しておきます。じゃあセットリスト。セットリストはですね、最後にここに、バンと載せたいと思いますので、ぜひ本番は。はい。よろしくお願いします。この内容をお願いします。それでは皆さん、さよなら。さよなら。当日よろしく。よろしく。ごめんなさい。